はいどうもビッグツリーです。よろしくお願いします。リンキングをマスターすればあなたの発音は劇的に変わります。この動画ではネイティブに確実に一発で伝わるようになる綺麗な発音を身につけるためのリンキングの発音の練習の仕方というのを一緒に見ていきます。はい、ということで最近ね、ちょこちょこ言ってますけど、このリンキングというトピックなんですけど、もう僕の動画見ていただいている方はご存知かと思うんですけども、まあ簡単に説明するとね、リンキングというのは一つ一つの単語の発音というのが、この最初の単語の終わりと次の単語の頭の音っていうのがこう繋がってね、こうリンクしてこう流れるように、音が聞こえるっていうのを、これをね、発音のリンキングって言うんですけれども、まあ、このリンキングの発音っていうのが必ず起こってくるんですよね。ネイティブの発音っていうのは。聞き取る際にも、やっぱりこう、つながって聞こえるので聞き取りづらいとか、あとは言う時にも、自分でね、英語を喋る時にも、やっぱりね、このリンキングの発音でしっかりと発音できると、ものすごい綺麗に聞こえるし、もう、おっていう、なんか、一流の発音だな、みたいな感じに聞こえるので、まあ、このリンキングの発音っていうのをちょっとね、一緒に練習していこうかなと。いう動画ですね。まあ、前回もね、ちょっと前にやったんですけど、第1弾。今日はちょっと第2弾ということで、このね、リンキングの発音の練習を、イディオムを使って、日常会話ですごいね、よく使うお決まりの表現があるんですけど、そのお決まりの表現を使って、練習しようというね。なので、まあ、このリンキングの発音の練習にもなるし、この日常でよく使う表現も覚えられるし、ということで、めちゃくちゃお得な企画になっておりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。で、じゃあまあね、早速もうすぐにね、本題入っていきたいと思うんですけれども、はい。まあ本当によく日常ですごいね、聞くフレーズをね、今日も用意したので、それを見ながらね、リンキングの練習をやっていきたいなと思うんですけど、まず一つ目はこちらですね。はい。for days on end という表現になります。これどういう意味かわかりますかね ?for days on end。なんですけど、まあ、これ意味先に言ってしまうと、まあ、何日間にもわたってぶっ続けでっていうね、意味になります。これ days で複数形になってますので、for days on end で、ね、何日も継続してっていうような意味になります。はい。で、ここの days の部分なんですけど、これは、ここに関しては day じゃなくても、例えば、時間の hours とか、ね、あとは、まあ、1週間、2週間の週のね、weeks とかでもいいんですよ。何でもこの期間を表す言葉であれば、4 hours on end とか、4 weeks on end っていうふうに、まあ、期間である、言葉であれば、何でも置き換え可能なんですけど、まあ、今日はね、一応、4 days on end でやっていきますけど、で、これの発音なんですけどね、まあ、一つ一つ、今みたいに一つ一つ単語で発音していけば、for days on end っていう風に、まあ、一つ一つのね、単語で発音していけば、ぶつ切りにこう切っていけば、そういった発音になるんですけど、まあ、もちろんね、これ、日常英会話では、そういった一つ一つのぶつ切りではなくて、滑らかに、つながって聞こえるんですよ。どういう発音になるかと言ったら、for days on end。for days on end。っていうような発音になるんですよ。これをじゃあどういうからくりでどういうふうにこのリンクさせていくかっていうのがまあね、そこを見ていきたいと思うんですけど、これね、まあ発音記号で書いてみると、これらの単語、発音記号で書いてみるとこういうふうな発音記号になるんですよ。まずですね、この文章としてのこのアクセントがどこにあるかって言ったら、まあここにあるんですよね。この days の day っていう場所にアクセントが来るので、ここを強めに読みます。ここはもう最初はもうなんか、お通しみたいな感じなんで、軽くでいいんですけど、ふみたいな。軽く、ふって発音して、days のとこ、day のとこに強くアクセントして、for days、ね、days。そして、次の on なんですけど、ここね、この days の最後の音を見てみると、これ z になってますね。ずっていう発音ですよね。はい。これは子音の発音になりますので、子音なので、そして、子音の後に、母音の発音が来ると、このね、リンキングというのが起きるんですよ。はい。これは前の動画でも解説した通りなんですけどね。この子音で終わっていて、次の母音、次の単語の一番初めの音が母音の場合っていうのは、ここで、まあ、リンクが起きるんですよね。音のリンクが起きて、days on みたいな。days on じゃなくて、days on みたいな。days on でここで繋がっちゃうんですよね。for days on
になります。で、そしてここも見てみると、これもうんうんうんというあのビヨンの子音ですよね。うんうんうんという子音の音なんですよ。で、次の単語を見てみると、次はこれはえという母音の発音ですよね。なので、ここも同じくリンキングが起きるんですよ。ね。on, on, and っていうところがリンクして on, and, on, and ね。まあ、口で見てみると on, on, うん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 からそのまま and, on, and, on, and ね、ねみたいな感じになりますね。ね。ね、on end, on end, on end じゃなくて on end, on end っていう風に、まあ、ここでリンキングが起きるっていう。なのでここリンキングが2回起きてるんですよね。 for days on end, for days on end っていう風に、まあ、これはねそこまで難しくないと思います、うん、でもやっぱこうやってリンキングして発音するだけでめちゃくちゃ綺麗に聞こえるじゃないですか。 forDays on end っていう、まあそれぞれの単語をね、発音、やっぱぶつ切りにするよりも、for days on end, for days on end っていう風に、やっぱり流れでね、発音できると、やっぱすごいスッキリ聞こえるじゃないですか。はい。そういうことです。これがやっぱリンキングの、あの、良さというか、これリンキングスムーズに発音できると、すごいね、聞いてて気持ちいい、綺麗な音だなっていうのが、やっぱり一発でわかるので、一発で伝わるので、はい。これをね、できるようにしていきましょう。で、まあ、ちなみにね、どんな時に、まあ、このフレーズ使うかね、この for days on end っていう使うかっていうと、例えば、they made us dig holes for days on end みたいな。何日もぶっ続けで穴を掘らされたみたいな。何の穴かわかんないんですけど、まあ、とりあえずぶっ続けで穴を掘らされたみたいな、うん、そういうのとか、あとは例えば for days じゃなくて for hours だったらね、何時間もぶっ続けでっていうのだったら the bus kept on going for hours on end。 バスはまあ何時間もぶっ通しで、まあ、進み続けたみたいな。まあこの days だろうが hours だろうが、このやっぱ最後の the days hoursとその次の音の on っていうところが、まあ、リンクして days on, hours on end, days on end, hours on end っていうここのねリンキングがうまくできるとすごいねすっきり聞こえます。はい、次はですね、次はこちらのフレーズになりますね。 at the end of the day ね、 at the end of the day というフレーズなんですけど、まあこれまあ、字面だけで読んだら、一日の終わりね、end of the day ね、end of, at the end of the day で、まあ、一日の終わりみたいな、意味なんですけど、まあ、もちろんね、そういう意味で使われることもあるんですけど、これは、まあ、一応これをね、これで慣用句として、最終的にみたいな、意味ですごいね、よく使われます。この、まあ、end of the day で一日の終わりなんですけど、まあこの感覚的にね、最終的にどうなったみたいな意味で使われる、本当にこれ、このまんまで使われるんですよ。本当にめちゃくちゃよく聞きます、これは。で、この、まあで、この発音なんですけど、発音はね、ここもまあ弱い音なので、at, at っていうね、at っていう音になります。で、ここは、the ですけど、次の単語が母音で始まっているので、z になりますね、the。The、 まあ舌を軽く噛んで The、 The っていう、これまあ Z っていう音の、まあ、子音の記号ですけど、 The、 The end of the day っていう、まあそれぞれの発音になるんですけど、これがまあものすごいね、スムーズな早い発音だと At the end of the day みたいな、 At the end of the day みたいな、こんなめちゃくちゃ でみたいな、でみたいな、めっちゃ早い発音になるんですよ。 at the end of the day みたいな、 at the end of the day みたいな、こんな発音には絶対なんなくて at the end of the day、 で特にこの辺ですね、 end of the day、 end of the day なんですけど end of the day みたいな、もう本当にめちゃくちゃ早く言うんですよ、みんなネイティブは at the end of the day みたいな。はい、この発音がじゃあどうなってるかっていうことなんですけど、まあ、この辺はね、ここは最初はもうええって弱い音なので、これももう本当に軽く流す感じですね。 the end the end
The end。 この辺もまあ母音から母音の音なので、母音っていうのは口が基本的に開いている状態で出す音なので、この母音から母音の口の動きっていうのは結構ね滑らかな音になります。 The end、 The end、 The 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 っていう音から、これだけのね、これだけの音のシフトなので、 The endThe end, end, d, 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 ここまあ子音ですよね。d, d. で、次の音は、これが手話ですけど、手話もまあ母音の一つなので、d, a, d, a, d, a じゃなくて、d, d, d って、もうここで繋がっちゃってる。まあここでリンキングが起きるんですよ。end, d. で、of, of, of. ね、of じゃなくて、of じゃなくて、of, of. これも弱い音なので、of, of.なります。で、of, of, of, of. で次 the なんですけど、 the, 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 the この下を噛む音ですね。で、 v と v のここの子音と子音なんですけど、これさっき、ね、僕が早く言った発音だと at the end of the day, end of the day, of the day ってこの of the, v the, v the って言ってないんですよ。ネイティブはもう end of the day みたいな、 end of the dayend of で、この end of のこの V のここの発音をね、ネイティブはね、リダクションといって、もうね、してないんですよね、ほとんど。end of the day, end of the day みたいな。これは、なかなか解説するのは難しいんですけど、リダクションといって、特にこの弱い音で、最後の子音の発音が、取れちゃう、発音しないことが多いんですよ。なので、これはそれが起きてる状況なんですけど、end of the day。感覚では、ネイティブの感覚ではもう発音してないに等しいですね。もう end of the day, end of the day, みたいな。end of the day, end of the day, ね。っていうリダクションが起きてる例ですね。ここはまあ、だからポイントとしては、まあ、ここでリンキングが1個起きてるのと、あとここで、of の v, v, v の音が、まあ、リダクションといって、もうほぼ発音されないので、at the end of the day。End of the day じゃなくて End of the day みたいな、 End of the day っていう発音になります。はい、これはねもう本当にこのフレーズでめちゃくちゃよく使うので、 At the end of the day It's about what you wanna do。 最終的に、まあ、お前がどうしたらいいかだよみたいな、 At the end of the day It's about what you wanna do みたいな、はい、こんな感じでもよく使いますし、とにかく本当にめちゃくちゃよく使うフレーズなので、この発音に関しては at the end of the day じゃなくて end of the day、 ここ一発でバババって言えるように練習するといいと思います。 at the end of the day ね、はい、っていう感じですね。次はですねこちらですね、 as far as なんですけど、これをねよく聞きますよね。 as far as という表現ですね。 as far as I know とかね、 as far as I know で、まあ僕が知る限り、自分が知る限りはみたいな感じで、本当によく使いますね。この as far as I know ってこうなるんですよね。 as far as I know, as far as I know, as far as I know じゃなくて as far asfar as ってここでやっぱりリンキングが起きるんですよね。この最後の r の発音 rrr という子音の発音と、次のこのねええという母音、やっぱ子音で終わって母音で始まってるので、ここが自然につながって far っていう r 最後 r ってベロをこう中でねちょっと持ち上げて rrrrr ってなった状態からええという母音につながるんですよ。 R as far as みたいな、 far as ね、 as far as で、ここもやっぱ Z のこの発音記号ですね。 C の発音記号から次 I という、まあこれ二重母音なんですけど、に C 音母音になってるので、ここやっぱリンキングが起きて far as I as I asI って切れるんじゃなくて as I, as I みたいな、 far as I know, as far as I know みたいな、 as far as I know, as far as I know じゃなくて as far as I know、ね、as far as I know、 もう本当に一つの単語ぐらいの感じにも聞こえますよね。 as far as I know みたいな、はい、こんぐらいの滑らかな、
滑らかに言えるともう完璧ですね。こうリンキング、意識して as far as I know っていうね。あと、まあ、as far as をやるなら、まあ、これもよく聞きますよね。as long as ね。as long as ね。これも、まあ、as far as as long as ってものすごい似てるんですけど、意味はね。何が違うかと言ったら、as far as の方は、さっきも言ったように、as far as I know ね。自分が知ってる範囲では、自分が知る限りっていう、この、なんだろう、範囲を示す。まあ一般的にですけどね。感覚的に範囲を示す。as far as I know。ね、自分が知る範囲ではっていう、この範囲を、示すときに、言いたいときに as far as を使います。で、この as long as の方は、どっちかと言ったら、条件を言いたいときに使いますね。as long as you are okay, I still wanna go. みたいな。君が良ければ僕は行きたいよ、みたいな。As long as 君がいいという条件なら僕は行きたいよみたいな。As long as ね、条件。Long, as long as の方は、まあ、条件。まあ、どういう条件でっていう。As far as の方は何やの範囲でみたいな感じで覚えると割と覚えやすいかなと。僕はそうやって覚えましたね。As far as と as long as の違いですね。で、この発音に関しては、まあさっきとほぼ一緒なんですけど、as long で、この、ここの発音に関しては、これは子音ですね。long, ng, ng, ng っていう、発音になるんですけど、これからやっぱここが次母音になってる。子音母音で、これリンクが起きるんですよ。as long as I know, as long as I know, long as じゃなくて long as I know, long, get, long as,Long as みたいな。まあこれもまあ一緒です。さっきと as far as とまあほぼ大差ないですね。as far as じゃなくて as long as じゃなくて as far as as long as ね as far as as long as みたいな。やっぱり違いは些細な違いかもしれないですけど、ちょっとの違いかもしれないですけど、やっぱりね、あの普通のあいうえおの発音じゃなくてやっぱ as 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 じゃなくて as っていうね。as っていう、この日本の、日本語の母音にはない音ですよね。ええという母音なんですけど、as long as。ね。この、まあ母音の微妙な発音と、このリンキングの発音がしっかりできていると、やっぱりね、バッチリ聞こえるので、うん。ここもね、注意して、きれいに発音できるといいなと思います。はい。ということで、まあ、めちゃくちゃ駆け足に、やってきましたけど、リンキングを練習するにあたって、別にね、このセンテンスを一つ一つ発音記号を書く、今僕がやったみたいに一つ一つね、この別に発音記号を上に書いて、あの発音していく必要はないと思います、正直ね。この字面だけを見て、単語の字面だけを見て、まあこの最後子音で終わってる、最初が母音で始まってる、母音で始まってる単語っていうのは基本的にやっぱ綴りも A かI か E か U か O、ね、の綴りで始まっていることが多いです。可能性としてはやっぱりね、前置詞の可能性が多いですね。at か on か in とかね、この前置詞がやっぱり入ってると、その部分っていうのは発音っていうのはグッとね、前置詞の部分でやっぱり英語のネイティブの発音っていうのはここでグッとつながったり、まあ、縮んだりするので、前置詞の前の単語が子音で終わってる場合っていうのは基本的にはこうリンキングが起きてね、グッと発音が縮まったりするので、特にまあこうやって自分でセンテンスを見て音読する際に母音で始まってる単語を見た時には、そこの発音、そこの前の単語にちょっと注意して、ここつなげられないかなっていう、どんなつなげて言ったらどうなるんだろうなっていうのを自分で想像しながら読んでみると、必ずね声に出して読むんですけど、もちろんね頭の中で読むんじゃなくて、必ずまずゆっくりでいいので、まずあの本当にゆっくり、最初はもう本当に別にリンキングうまくできなくてもいいんで、まずゆっくりでいいので確実に口を大きく開けてね、ちょっとわざとらしくぐらいでいいので大きく発音しながら読んでいって、徐々に徐々にここ、あ、ここつながりそうだなっていう、ここ、うん、なんとなくつながって読みそうだなっていうのが分かってきたら、あのそこから徐々にリンキングをね、この自分でこうスラ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 滑らかに、なるべく滑らかに言えるように練習するっていうね、うん、そういう練習方法をやっていくとバッチリね、このリンキングっていうのがつかめてくるんじゃないかなと思うので、はい、またね、あの違う題材を使ってリンキングの発音をどん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 
一緒に練習していこうと思いますので、はい、参考になった方はぜひね、チャンネル登録していただいて、また次の動画も楽しみにしていただけるとありがたいです。はい、ということで今日はこの辺で、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。